パリオリンピックバドミントン女子ダブルスの銅メダリスト松山奈未選手が今朝北九州市役所を訪問し喜びの報告をしました。銅メダルおめでとう。今朝北九州市役所を訪れたのは八幡西区出身の松山奈未選手26歳です。松山選手はパリオリンピックバドミントン女子ダブルスで志田千陽選手とのシダマツペアで銅メダルを獲得しました。松山選手は SNS などで届いた地元の応援に感謝するとともに今後の抱負を述べました。まだまだ現役は続行しますし、これからも北九州市の皆さんにいい結果が報告できるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。松山選手は今日母校を訪問する予定です。